や。ゆっくりゆっくり。Thank you.
洗濯が終わって汚れが取れてね、すごい真っ白になりました。マルクのお洋服を今作ってるものが結構あって、それのね生地を選ぶっていう作業をするんですけど、そのところをちょっとご紹介していこうかなと思います。ファーストサンプルがこちらになります。こんな感じで下がねちょっとガーゼっぽい感じの生地にして、上はニットの素材で、背中がねこうやって開いてるようなワンピースを作ったんですけれども、ちょっとこれ生地選び失敗してしまって、まあ、見ての通りちょっと春っぽくなってしまったので、発売するのは秋なので、これのね生地の色を変えていこうと思います。丈がねちょっと短かったので、丈も5センチ伸ばすのと、あとこの上のねニットがすごい失敗してしまって、こう伸びない生地にしてしまったんですね。全然伸びなくて、こう着るときめちゃくちゃ大変だったので、これをね伸びる生地に変えて、で色を秋色に変えようと思います。こんな感じでねサンプルが上がっても何回か修正をしないといけないですね。もう一つのワンピースがこちらのワンピースになります。おっとこれもねロングのワンピースなんですけど、これはなんとカップ付きで、背中がね結構がっつり開いているデザインになっています。これもね実は失敗しています。まず色がすごく気に食わないというか気に入ってなくて、あとちょっと生地がね分厚すぎて、これめちゃくちゃ重くて、これちょっと着づらいなと思うから、もう少し薄い生地に変えて、これも色を変えたいと思います。とここゴムなんですけど、ここ寂しいからちょっとタックを寄せて、そんなデザインに変更しようかなと思っています。あとは裾をね5センチ伸ばそうと思っています。なのでこれちょっと直すとこめちゃくちゃあるっていう。アウターをね作っててね、そうアウターを着た時にさ合う色とかもさ、あー考えそうです、ね、アウターもね今作ってるのがこういうボアのロングのコートと、あとは MA1 をね初めて作るんですけど、ね、MA1 の生地初めて見てさ、こんなことないですよ。そうこんなでできんのかな、わかんない、 MA1 の生地本当と思って、めっちゃあってさ MA1 の生地、実はそんなの見せてなかった、こんなにね、いっぱい来てるの生地がやばくない、この量何キロあるんだろうって、もうこの中に大量の生地があって、とりあえずこっから今ね選んだやつで、またさらに色で悩んでいる状態になります。こんな感じで夜までずっとお仕事をします。私のモーニングルーティンでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。